はい、皆さん、こんばんは。ワドツです。2018年3月の5日、20時56分です。よろしくお願いします。これって音楽聞こえてる？みんな。これって音楽聞こえてないよね。音楽聞こえてる？これミュージック聞こえてるかどうか教えて。音楽聞こえてますか？音楽聞こえてたら教えて。音楽聞こえてる？聞こえてない？聞こえてない。オッケーオッケー。ありがとう。わかった。音楽聞こえてない。了解。さっきの枠も聞こえてなかったの？もしかして。さっきの枠も聞こえてなかったの？セッティングミスってたな。じゃあ、はい。コラボでやりましょう。言いたいことがある人は。俺の声は聞こえてるんでしょ？大丈夫でしょ？もうこれ以上俺もさ、話すのだるいし、これ最後の動画にしようと思ってるのね。生放送で。もう5年前のさ、ケーキが終わったことについてとやかく言われたくないから、もうコラボで上がってこなかったら終わり。いや、もうだから今後はこの YouTube の動画を貼って、これを見てくださいって言うから。今後は。それでよくない？もう最後最後。はい、わだつ。こんにちは。聞こえてる？まあまあ、コラボ待とうか。もう、これ以上話さないから、俺。で、URL 貼っとく、今後は。自分のスマホで確認してってどういうこと？今は聞こえてるでしょ、音楽。今は聞こえてる？はい、お疲れ様。それがいいよね。だから、その、録画用に。録画用にやります。今聞こえる音楽、ありがとはい、こんばんは。もうこれでおしまいっていうのは、俺が話さないってこと。俺が今後このことについては話さないから、今日で最後ってこと。コメント書いて聞いてくる分には無視するってことね。動画貼るってこと。それでいいでしょう。髪の色いい、ありがとう。今後は YouTube 見てって言うんじゃなくて、俺が無視してプロフィール欄に事件のことについてはこの動画を見てくださいって、この動画の URL 貼っておく。だからこの枠見てない人のために URL を貼っておくっていうの。で、だから都合よく言うって言うんだったら、都合よく言うって言うんだったら、突上がってきて、今この場で解決をしてって言ってんのよ。言ってる意味わかる？音楽聞こえてる、ありがとう。はい、どうもどうも、風船ありがとう。ねえ、うざいよね。だから今後はもう対応しませんってことよ。今後はもう俺は対応しないってこと。サミュエル・モーランドさん、風船ありがとう。一つ上がってくれ、いいじゃん、言いたいことあんなら。一つとか上がる人いないってことは、結局そういう人間でしょ、俺のこと叩いてる人間って。メガホンありがとう。結局そういう人間でしょ。直接言う勇気もなくて、調べもしないで俺のこと叩いてるだけってことじゃん。だから詐欺師だって言うんだったら、それを言えっつってんの、直接。風船ありがとう。いや、だからコメントで書くんじゃなくて、直接上がってくれいいじゃんって何度言わせんのよ。そのためにコラボ枠開いたんだから、直接聞きゃいいじゃん。もう散々話してきたから、俺は。散々。コラボ上がっていいよ。でも本件と関係ないことはやめてね。
構だから散々話したからめんどくさいっつってんの俺は。どうぞコラボ上がってきてください。ありがとう花火ありがとう。あ、別アカウントなの。あ、そうなんだあ、そうなんだ、知らなかったわ。別アカだったんだ。ありがとう教えてくれて。脱却したいんじゃなくて、ただただだるいって話ね。ただただだるいってこと。コラボ上がってきた人途中で切らないで。コラボ上がってきた人途中で切るのやめて。あのセッティングがあるから俺にも、セッティングがあるからさ、いやコラボね、なんか知んないけど途中で下がるんだよね、セッティング中に。必ずコラボ上がる人、あの上がるまで待ってて。いや説明がだるいっつってんのよ。もう何百回説明したと思ってんのよ。コラボ上がんないのね。じゃあセッティング変えるよ。どうもどうも。はいはい、風船ありがとう。またつ風船ありがとうね。あ、了解了解。いや、やめるっていうのは俺が話すのをやめるよって、もうスルーするよってこと。俺がスルーするってことね。別にコメントで書く分にはいいけど、めんどくさいからもう一切スルーするってこと。だからこれが今日が最後の話。今日が最後。説明だるいって、同じことを説明するために俺生まれてきたわけじゃないから、それは俺の自由でしょ。不正授業についてもいいよ。じゃあ不正受給も両方ともやろうか。2つまとめてやります。生活保護不正受給と詐欺受験ね。そうしよう。2つまとめます。はい、疑惑にしとこうか。この2つ、確定申告はほっといていいよ、関係ないもん。鼻からスルーだよこんな。この2つの問題ね、はい、いや確定申告はほっといていいよ、もともと話す義理なんかないんだから。詐欺事件は詐欺事件、大丈夫。いや、さっきの枠で散々騒いでたくせにさ、誰一人上がらないってヘタレでしょ。はいはい、嫌やるよ。嫌やよ、妖怪。コラボで直接質問を受け付けます。コラボで直接質問を受け付けます。もう十分に説明してきたんで、僕はコラボで質問のある方は質問を受け付けます。でそれで終わり。この枠で終わり。
いや、説明はもう散々してきたから、もう話す必要ない。むしろ逆に質問すればいいじゃん、コラボに上がって。あのさ、コラボ上がる人さ、もういい加減にしてよ、デギリ、超ベジータさ。なんでコラボ申請上げてすぐ切るの？しつこいって。超ベジータしつこい。待ってなよ。何回言わせんだよ。何回言わせんの？待ってろっつってんじゃん。セッティングがあるんだよ。いやもうコラボ上げさせないよ今後。なんで切るの？超ベジータ。なんで待てないの？病気なの？わざとやってるでしょ。一つはコラボね、コラボ。フワッチアカウント持ってる人だったらコラボボタンを押したら上がれるから。まあ雑談しようか、じゃあ。普通に雑談しよう。俺はさ、俺の言い分としてはさ、単純なのよ。配信を始める前のことを5年間も経って、刑期も終わって、なんでこんなグダ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 質問を答えろ答えろって言われないといけないのか分かんないってことね。で、答える義理なんかないし。で、もう散々100回以上答えてきたの。で、それでもまた言うんだったら、今後、この枠で終わりだから。もう全部詐欺事件、生活保護、不正受給疑惑のこともスルーするから、俺は。だから一切スルーね。だからそのために、それだと納得いかないっていう人のためにコラボ枠をあげたのよ。俺は機会設けたの。で、コメントで今でもね、ああだこうだって言ってるやつら、突上がってこないっていうことは、要はコメントの中でしかさ、要は話さないってことでしょ。だからそれスルーね。じゃあ、俺は説明する義務がないっていうことを言ってんのよ。だって一回一回そのコメントに答える義理はないでしょ。トークが崩れるんだもん。こんばんは。花火上げても答えないよ。スルーする、完全する。この枠だけは答えるよ。この枠だけは答える。だから、コラボに上がっておいでっつってんの。この枠でコラボ一件も上がってこなかったら、それはそれで終わりにするから。逃げではないでしょ。だってこの枠開いてるんだから、逃げてないじゃん。説明する用の動画がこれってこと。だから説明をするのがめんどくさいから嫌だっつってんの。動画見ろよって言ってんの。言ってる意味わかる？そうそう、コラボに上がって質問読んできゃいいじゃん。
何が逃げなの？俺何にも逃げてないけど。めんどくさいって言ってんの。説明すんのが。ただただ。ただただめんどくさいって言ってんの。逃げもクソもないよ。こんなもんでしょ、結局。いや別にね、触れられたくないとかじゃないのよ。もう散々説明してるのに、なんで同じ質問するのか、バカなのかなっていう。動画見ればいいじゃん、過去に説明されてる。調べろよっていうことを言ってんの、俺は。調べろっつってんの。コラボ上がってこないんだったら、新コラボ上がってるのかな、これ。もしもーし、もしもーし、聞こえますか、聞こえますか、聞こえますか、もしもーし、もしもーし、ん？コラボ上がってる？みんなどう？コラボになってる？今コラボ、ケンチャンマンっていう人が上がってるはずなんだけど。聞こえますか？いや、突入者聞こえる？声。突入者聞こえる？いや、コラボ2になってるけど、俺の設定だと。エラーになってるってこと？エラーになってるってこと？コラボに参加し、あ、来た。あ、来た来た。池田、池田。池田、バグっとった。どうもどうも。おぉ、喧嘩突つ、間違え？いや、違います。何するの？はい、趣旨分かってない売名でした。だから切ったわ。メガホンありがとう。アイテムありがとう。5分タイトル見ようじゃなくて、一瞬でわかるでしょ。文字を読んだらわかるでしょ。詐欺事件と不正受給疑惑について、あの、とつね。
テロップとタイトル見たらすぐわかるよ。声聞こえない？声聞こえない？声聞こえない？声聞こえるでしょ？音聞こえてるよね。大丈夫だよね。はいはい。質問方式のとつでもいいよ。別に。うん、どっちでもいいよ。いや、普通に単純に興味がある人に話すから。詐欺事件と不正受給疑惑については話すよ。いや、俺はもう散々説明したんだって。散々説明したの。それでもまだ質問が来るから説明責任果たせって言われてるからこういう枠開いただけよ。トイレ行ってくるわ。トイレ行ってくる。はい、ただいま。歯磨くの長いんだよ、のんちゃん。すげえよく磨くんだよ。はい、また来てね。鮫島さん放送やってんの今。サメラってやってんのか。
62号さんね、なんで質問を受け付けないかっていうと、コメント欄での質問がだるいからっていう理由で、毎回毎回そんなの一件一件対応してた。昔対応してたのよ。で、それがもうループになるから嫌だっていうので、この枠を開いたんです。だからもう散々コメントには答えてるんですよ。わかります？僕の言いたいことわかります？で、これじゃ放送成り立たないって言ってるからコラボにしてるんです。だから、分かってもらえると嬉しいんですけど。コメント、もう詐欺のことでコメント拾うのがめんどくさいからこの枠を開いてるんですよ。誰かにあげさせればいいじゃん。代わりに。最近お酒もうやめたね。お酒飲んでないっすね。これ、あれ。ハードディスク3テラの。はい、おかえり。おかえりなさい。いや、今後はだから拾わずスルーするよ。完全スルー。今後は完全スルーするよ。じゃあ、あと30分で終わりにします。あと30分で終わり。はい、お疲れ様。クロームじゃなくてもできるよ。スマートフォンのアプリでもコラボはできるよ。はいはい、ワドツ。後輩のネタパクったね、鮫島さんが。後輩のネタパクるってすごいよね。はい、こんばんは。いや、ワドラーはやんないかな。はい、どうもどうも。金髪にした、こっちは。金髪。ワドラッシュって何？
コラボ来ない。まあまあ、29分経って来なかったらもうやんないよ。普通の通常枠に変える。トリートメント塗ったよ。うん、大丈夫だよ。ありがとう、78号。今日雨だね。今日はご飯買いにちょろっと外5分ぐらい出たぐらいかな。大学には行きたいなと思ってますね。やっぱりその大学生活って普通の人が送るわけなんだけどさ、俺は高校も中途半端に辞めちゃったから、中学卒業なんですよ、最終学歴が。だから大学にもしね、金銭的な余裕とかできたら行きたいなとは思ってますね。大学生活ってどんな感じなんだろうっていう。まあ、卒業するかどうかは別問題だけど。まあね、でももう若くないからね。N 高校って何？灘高？田村淳は落ちたんだよね。ね、キャンパスライフってどんな感じなんだろうって送ってみたいよね。成績悪かったよ。ね、勉強楽しいよね、絶対ね。講義は勝手に入れないんじゃないの？なんとかパスみたいなのあるんじゃないの？学生証みたいな。ないの？一般人が受けられる講義ってあんの？まあ、別に大卒っていう肩書きは別に気にしてないけど、普通にキャンパスライフっていうのを送ってみたいんだよね。そうなんだよね。勉強はできないんだよね、全く。いや、俺からしたらね、異世界だから、大学生活は。勉強できなかったね。頭悪かったね。宗教学とか経済学とかかな、興味があるのは。社会学とか心理学とかも面白そうだね。そうだね、話の引き出しはなるべく作るようにネタ帳みたいなのは書いたりとか、頭の中にあるのね。
捨て振り極端、ステータスの振り方極端だね。うん、じゃないと生き残れなかったかんね。まあ、もし大学行くんだったらね、自分の興味ある、なんか教授とかも、すごいいいなと思う人のところ行きたいね、講義とか。だから先生で選ぼうと思ってるけど。いや、だから大学生活送ってないから、ゴールデンウィークかどうか分かんないよ、大学生活が。どういう生活を送るのか、体験がないの、体験が。体験ないことを語ることはできないじゃん。俺からすると未知の世界だよ。そうだね、40代ぐらいで大学通えたらいいなぁとは思ってるけど。いや、俺からすると海外旅行と同じ感覚なんだよね。あ、でも文系行ってみたいね。あ、限界紅葉ね。うん。でも大学行ってないけど分かるよ。いや、実際あるでしょ。日本社会は大卒優遇でしょ。実際あるでしょ。だって俺の話の説得力増すと思うよ。大卒でいいところ出てたら。東大とかハーバード大学出身ってなったら、話の内容聞き方変わるでしょ。全く同じ話してても。肩書きで話を聞く人もいっぱいいるから。聞くだけできるんだ。聴講生っていうのがあるんだ。それはいい制度だね。やるんだったら本格的に受験勉強をやりたいから。やるんだったら本気でやりたいね。放送大学とかいいね。たまちゃん？誰たまちゃんって。たまちゃんって金林さんと付き合ってたたまちゃん。え、あの人大学行ってんの今。違う、高校。知らない。コラボを募集してますよ。コラボ上がっていいっすよ。
もしもし。あ、もしもし。はじめまして。いや、はじめまして。あ、和田さんにもし、ちょっと酔っ払っててすいません。はい。考えてもらえるなんて思わなかったんで。はい。すごい配信で、第一線をやってらっしゃる方なんで、はい。すごい興味を持って、ちょっと酔っ払った勢いでちょっとコラボを申請しちゃいまして、すいません。はい。和田さんが、ちょっと、なんですかの、ちょっと、ろれつ回ってないんで、すいません。落としてくれて結構なんですけど、はい。でも、そういう人と喋りたいなと思って。おお、はい。すごいですよね。実は、和道さん初めて見たのが、YouTube の時から知って、ふわしってあんま知らなかったんですよ、僕。そこから、まさかね、和道さんと喋る機会になるなんて、絶対、ニコの思ったかやり方分かったか、いや、分かんなかったっていうか、やる気がなくて、そんなこと思ってなくて、で、ふわっちだと、こう、なんか身近な存在になったじゃないですか。で、ちょっと今酔っ払ってて、コラボしてたんで、そう、やっちゃいましたっていう過程なんですけど、本当すいません。だから僕が和洋さんのことを知ってるのは、僕 YouTube の時しか見てなくて分かんないんですけど、マー君に追いかけ回されてた時とかあったじゃないですか、YouTube で。あれと、あと、格闘技やってる？それぐらいしか知らないですよ。だから囲いでも何でもないんですよ、僕。そんなんで上がっちゃっていいんですか？ダメですよね、本当は。ルールがないから上がっちゃった。まずいですよね。あ、落ちろか。そっか。和道さんもやっぱり時間が限られてて、その中で、なんて言うんだろう。時間的なものをこう、なんて言うんだろう。有意義がある時間帯を費やしてやってるわけですもんね。で、そういう中で、ちょっと僕とかはどっちかっていうと、興味本位というか、そういうのが上がっちゃったから、それだったら、申し訳ないなとは思うんですけど、ただ僕は、なんて言うんだろう。遊び半分とか、そういうわけではないです。人をバカにしたりして、上がってきてはいません。で、なんで上がってきたかっていうと、一つはこういうので食べていける世界っていうのが、僕はちょっとね、和藤さんより年上なんで、興味があったのと、あとお酒飲んでて上がっちゃいましたっていうのと、落ちた方がいいって言ってましたね、すみません。やっぱ内容があること言ってるんですよね、みんな。すみません。そうですよね。ただ、ねえ、悪気がなくて上がりましたっていうのもね、ビジネスでやってるんであれば、それは許されないことではあると思うんですね。ビジネスでやってるんであれば、やっぱり。
そうですか。はい。あの、和田さん、一応、和田さんに対して、あの、はい、あの、喧嘩売ってないです。ただ、はいはい、僕もちょっとお酒飲んでて、和田さんのことをずっと前から知ってて、はい、ちょっと喋りたいかなと思ってやっちゃいました。はい。で、本当のこと言って、和田さんのライブをずっと見せたリスナーでもないんですよ、僕。はい。和田さんのことは知ってました。はい。でも、ちょっとリスナーさんがちょっと、怒ってるんだったら、ちょっと落ちます、本当。はい。はい。あの、和田さんに迷惑じゃ悪いんで、はいはい、僕は尊敬してるんで、本当に、はいはい、落ちますね、本当に、はい、すいませんでした、はい、はい